フランセスク、ィトビラノバイバヨは、スペインカタルーニャ州、バイカイラ・ダンポルダー出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。1984年に FC バルセロナの下部組織に入団し、1988から1989シーズンよりバルサビーでプレーし始める。1990年に上フィゲラスに移籍した。 ウダ・グラマンレート所属時の2002年に34歳で現役引退した。テラーサ FC でテクニカルディレクターとして働いた後、2007年 FC バルセロナ B の監督に就任したジョゼップ・グアルディオラの元で助監督に就任した。翌2008年にグアルディオラがトップチームである FC バルセロナ監督に就任したことに伴い、自身もトップチームの助監督に就任した。 2011年11月に大気船に悪性腫瘍が見つかり、11月22日に摘出手術を受けた。その後、12月7日にチームへの復帰を果たし、グアルディオラをサポートした。2012年4月27日、4シーズンにわたってチームを率いたグアルディオラ監督が退任を表明したことにより、公認監督に決定した。 2012から2013シーズンから指揮を取ることになる。自身初めての監督であったが、リーガでは前半戦無敗、勝ち点55という好成績を収めた。しかし、2012年12月に自家選手用が再発し、チームを離脱6週間の放射線治療を受けることになった。離脱中は助監督のジョルディ・ローラが指揮した。ローラが指揮を代行した。 後半戦も UDR メディア戦でリーガ初の敗北を、喫し、コパデルレイ準決勝でレアルマドリードに敗れたものの、リーガでは首位を改装した。UEFA チャンピオンズリーグでは、AC ミラン戦でファーストを0の2と落とすも、セカンドで4から0と逆転勝利に成功している。ビラノバ自身はパリ・サンジェルマン FC 戦のセカンド、レグニテ治療から復帰し、6年連続のベスト4。 進出を決めるも、準決勝のバイエルンミュンヘン編戦で合計スコア0の7と大敗した。リーガは34節時点で優勝を決め最終的に勝ち点100、115得点を達成し、昨シーズンにレアルマドリードが樹立したリーグ最多勝ち点記録に並んだ。UEFA チャンピオンズリーグでは大敗を喫したもののリーガでは首位を改装したこともあり、 クラブ幹部のジョゼップ・マリア・バルト・メイウ副会長が2013から14シーズンの続投を明言しており、本人も監督業に意欲を見せていた。しかし、2013年7月19日、健康上の理由から辞任が発表された。2014年4月24日、容体が悪化し、バルセロナ市内の病院に搬送され緊急手術を受けるが、翌日25日死去。 去年45、2015年2月20日、バルセロナはトップチームの練習場をキトビラノバーと命名した。ありがとうございます。